ホテルアイリス監督の奥原博史です。いや、当然ですよ。もう常にあんまり隙を見せちゃいけないと思って、まあ非常にね、永瀬さんすごいジェントルマンなんで、女性に対しては非常にその紳士的な意味ですよ。すごく優しいんですよね。だからルシアも初めてだったし、相当細かい気を使ってもらってるなっていうのはなんとなく感じてましたけれども、現場に入ってもね、割とまあ現場に入ればまあ当然俳優同士のね演技なので、そんな初めてだからとかいうのはそんなに考えてなかったとは思いますけれども、でも例えばちょっと難しい体を使ったね、まあアクションでもないですけれども、そういうようなシーンになると永瀬さんがかなりリードしていましたね。まず僕最初見たかったのは、永瀬さんがどういうふうにやってくるかっていうのを最初すごく興味がありますね。で、ただもう永瀬さんは永瀬さん当然ね、自分なりに作ってきますから、でその永瀬さんが作ってきたその翻訳家のね、永瀬さんが作ってきたものをいいところをなるべく自分はもらって、それで一つのね共通の着地点を見つけていきたいなと思ってやってましたね。ですかね。まあ僕なんかよりはるかにそういう引き出し多いわけですよね。で、監督ってこれどっちでいくとかいういくつかねアイデアを常に出してくれて、まあそういうような感じで徐々に作り上げていったところありますね。僕もね、まあいろいろ言うんですけれども、永瀬は本当にね、演技に対してものすごい貪欲なので、そうまだ何かあるはずだって言うんですね。すごくこれはつまんない、もっと何かあるよって言って、まあそういうのに助けられましたね、本当に。これはね、これたまたまなんですけれども、これ脚本書いてる時にちょっとアルボペルトっていう作曲家がいまして、その人の曲をよく聴いてたんですね。でそこに実はよく聴いてた曲は「鏡の中の鏡」という曲ってなんかすごい偶然なんですけれども、あそうかと思ってそういうきっかけはあったんですよね。それこそまずその言葉がね、まさにその題名がまさにその2人の関係そのものだなと思って、それで採用しました。応援歌の時かどっちなのかななんて考えると面白い、ね、あそうですね、それ聞いたことないですね。確かに確かに、これはね、意外と小川さんもたまたまそれを書くときにどっか旅先かなんかで太めにしたホテルアイリスだったのかもしれないですよね。ベストアンサーですね、今の監督のさっきの流れと。それはね、分かんないですよ。いや、それがだから分かんないのが、だからそこ、まあ、要はね、いろんな今世の中とか人間に問題ありますけれども、それがやっぱり最大の問題じゃないですか、人間にとって。まあ、自分がどこから来てどこに行くのかっていうのはね、いまだに結局分からないままね、みんな生きてるわけですからね。まあ、日常っていうのはまたそれとはちょっと違うものになってくるんですけれども、でも根本的にはまあそれは最大の問題じゃないですか。だからそういうことを少し考えたいなっていうくらいのことですよね。答えはとてもじゃないけど分かんないですよ。その要は小説はその原作がね持ってる謎を謎のままそのまま差し出したいなという気は思いはあったんですね。ただそこで、ね、偶話なんて答えを書いても意味がないんでね、すごくね、だからそういうなるべくその原作の手触りみたいなものをそのまま映画に映せたらなと思ってましたね。はい、そうですね、まあ見どころって全部なんですけれども、もちろんね、ただ金門島っていう場所でね、この映画撮影してまして、台湾のね、
で非常に何ていうかそのロケーションがねこの影響に与えてくれた影響っていうのもすごく大きいので、まあもちろんその特にその2人の演技もそうなんですけれども、その風景ロケーションのね、まあアイリスホテルアイリスと あの建物も含めてね、うん、その辺も楽しんでもらえたらなと思ってます。2月18日から、公開します。まず東京から始まり、その後全国各地でやる予定でいます。よろしくお願いします。有一种奇怪的想法一直抓着我不放，镜子里的镜子，玛丽，你也做过吧？いい？玛丽，私たち二人でこのホテルを守らないと。来てくれると思いませんでした。たまには息抜きしないと。有我，有他，有看着他的我。又看着我看着他的他，又看着他看着我看着他的我，没完没了。这也是没办法，谁叫你爸是酒鬼嘞？老实说，那个妓女被杀了。别管我们，我爱那个男人。玛丽，よく見なさい。これが君だ。鏡の中、私とあなた、愛の果て。ホテル、アイリス。